はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。今回はデビルメイクライ5実況を再開していきます。今回はミッション8ですね、やっていきます。プレイヤーキャラはネロです。There's no point thinking about it. Perfect timing. Now we're starting to act like a team. Ew. You like flirting with me? Knock it off. Get in the car. Oh my god.はい、ではやっていきましょう。なんかあれですね、今作はスタイリッシュポイントのみがクリア後のランクの判定になってるみたいなんで、プレイ時間とかクリア時間っていうのは評価の関係に値しないみたいですね。早いな、死ぬのが。この投げ方あれですよね、4だとフロストに使ってましたよね。個人的にこのフロストの投げ方と、あとあれなんだっけかな、あいつはアサルト、何回も地面に叩きつけるやつ、あれはねあって欲しかったんですよね。アサルトの方は多分ないよね。
これは何？いつも持ってるんだけど、これなんだ？これは何？これ飾り？よくわかんないんだな、これ。すげえいっぱい腕が落ちてる。難易度によって腕の落ちてる量変わるらしいんで、イージーはやっぱ一番落ちてる感じかな。バホメッツ。ちょっとあれだね、あのスケアクローの4のスケアクローの上位種なんだっけ、名前忘れたけど、あれの投げつけるやつに似てるな。もう死んだ。やっぱ早いな早いな。けどさすがにいくら僕が下手だとしてもイージーはね、物足りないね。時空心臓、時空心臓もなんか BGM がもっと聖なる感じのやつ期待してたんだけどな。やっぱそういうのは4までだったね。あ、届かねえ、ちくしょう。多分ストリークで上がってくんだろうけどな、あっちまで。
でもまだ欠片全然集まってないんだよな。本当だよ。俺もすげえそれ思った。直通ないんすかね。来た来た来た。なんかさ、でも戦闘 BGM がなかなか流れないよね、5。メロの操作は気持ちいいですね。いろいろね、腕の、義手のね、ブレイカーにも性能があるから試してはいきたいんだけどね、最近あんまりそういうのやっていない。もうマスト台クリアするのに必死なんでね。ちなみにちょっと今ね、今日寝起きです、今これ寝起きのデビルメイクライ。なんかあれらしいですね、噂によればダウンロードコンテンツとかも制作する予定らしいので、まあ間違いなく出るでしょうね。バージルがプレイヤーブルキャラになったりとかするのかな。Good. Finally made it. Now, about that fake phone here, does it still work?Hey, douchebag. Miss me? Where's Dante? No body? Dried up Dante jerky? Nothing? You've come here to die. He talks. Your reason, huh? I bet your parents didn't like you much. Because your name sucks. I am without a name. I am power. Absolute.Well, no name. I'll be sure to put that on your tombstone. You will suffer and die. I'll show you dead weight.Done.
これ負けゲーだっけかな、忘れちゃった。結構何回も戦うんですよね、こいつと。おっと、ああそういうことか。ここで戦うのね。ちょっと今ボケっとしてました。完全にボケっとしてやべ、あこれ何気にユリゼンが使ってる技ってあれですよね、今まで戦ってきたボスの技ですよね。うわー、イージーでこんだけ食らうんだもんな。めっちゃ食らうってことだよね。これ負けゲーじゃないよね。あれ？負けていい勝負だっけか。忘れちゃったよもう。これ多分負けゲーだな。こんな戦った記憶ねえもんな。
そうだね、やっぱりね。よし、あーでもやっぱ手こずったせいで A になっちゃったね。あ、戻りますか。デビルメイクライやってる時、実況という実況をなんかやってる気がしないんだよね、自分的に。話す隙がねえというか。はい、ということで、ミッション8やりました。次回もよろしくお願いします。それでは。